こんにちは、リオです。はい、本日はスペシャルゲストに来ていただきました、河北さんです。おはようございます。めっちゃ目覚めました。ありがとうございます。私本当に&B、うん、普段から愛用していて、本当にあの美容雑誌の方が、うん、稲垣さんってすごい可愛い子いるよって言ってくれて、もうすぐお願いしたんです。嬉しい、楽しみにしてます。今日はちょっとメイクしていただけるということで、頑張ります、はい、頑張ります。皆さんもぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします、はい、スタート、スタート。綺麗だね、本当もうベースがめちゃくちゃ綺麗、もうおじさんとの対比がやばい。美しいです。僕のベースメイクってどんなイメージですか？重たいイメージ？いえいえ、ナチュラルな、あ、はい、もうできるだけ肌を生かした感じにしたいんですけど、うん、あのニキビとかもあのその薄くカバーしていくってやり方なんですよ、うんうんうん、でもそれでもちゃんと隠れますから、はい、まあまあ、最初はまあ当たり前なんですけど、こう UV ミルクをあのベースとして使っていきます。いや、しかしさ、こんな可愛い子いるの？いや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 、たくさんいますよ。いや、びっくりしましたよ。恥ずかしいです、そんな可愛い子は言われないですよ。言われないですか？言われないです。もうあの僕はあの美容雑誌の方にこうね、この子すごいよって言われた時に、もうここからもうめちゃくちゃ美人やんけっていう話でもうかなり盛り上がってましたから。褒めすぎです。いや、本当に本当に。はい、まあ、これもベースメイクさささっとね、全体に、はい、やっていただきます。その後ファンシーラー使うんですけども、稲垣さんちょっと肌白めだもんね。そうです ね、でもクマとかちょっと隠したよね、はいはい、ライトベージュの方なんですけど、オレンジでしっかり隠していきます。よいしょ、クマはオレンジで、この今ニキビあるじゃないですか、このニキビあるところにちょっとオレンジ一発入れとくんですか、ね、でそれからこの明るめのライトベージュをさささっとかってこれすごく大事なんですよ。ニキビにオレンジ使ったら消えんやんけって普通思うじゃないですか、うんうん、このオレンジやった後にこのベージュを周りにこうやってトントントンと置いてください。周りにこうやって、はい、すごい。でこれでもうざっと伸ばしていきますね。でその後このベージュとやってると、これしっかりブレンドされてくるんですよ。最初はあれ、目の下めっちゃオレンジ大丈夫私って感じなんですよ、うんうん、これオレンジ性から来た人みたいになってるね。そのお気持ちもよくわかるんですが、でニキビのところね、ここは軽く指でスポンジでやっちゃうと取っちゃうから、なるほど。で、あ、もうちょっと消したいでって思ったら、今オレンジが上にあるんで、このままライトベージュを重ねてあげると分かる？綺麗です。そうなの、そうなの、うん、もう顔も小さすぎない？いや、そんなことないです。恥ずかしいです、こんな褒められることないですよ。もうちょ見て、相当小さいよね。いやいやいや、化粧品減らないでしょ。減りますよ。減る？はい、こんな感じ。もうすっごい簡単にできましたよね。で馴染んできたでしょ、オレンジがどんどん馴染んでくる、うんうん、時間経てば経つほど馴染んでくるん でその後ね、この透明の僕パウダー使うんで、これでもう一回、パウダーもスポンジでやるんですね。スポンジでやります。違う面使います、これ。へー、あれもこれもってやっちゃうと洗うの大変になってくるんで、うんうん、確かにめっちゃ綺麗。でしかもこのオレンジパーン馴染んだでしょ、うんうん、このやり方。へー、でニキビのところも軽くパウダー重ねといてほしいのね。さーっと、もう本当に優しく優しく。めっちゃ綺麗やな、これ。めっちゃ綺麗です、本当にめっちゃ綺麗。もうビフォーアフターだよね。誰がビフォーや、誰がビフォーやっつってんの。で稲垣さん顔めっちゃ小さいんだけど、もっと小さくなりたいんでしょ、うん、どうなりたいの？夢はこれぐらい？夢はこれぐらいですね。これぐらいなの、はい、これぐらいなの、ね、はい、こっちじゃないよね。夢はこれぐらいですね。そしたらやっぱり顔を小さくするために面をね、こうしっかりと横の面をこうちゃんと潰していくっていうか、横面だけ削ってあげて、うんうん、この面だけですよ顔っていう風にした方が絶対良くて、アートですね。そうなんです。すると髪の毛からのグラデーションも入ってくるから自然に立体感が出る。稲垣さんってあんまりこうあれですね、あの面白いこと言わないタイプ。言わないですね、
基本動画のテンション一定かもしれない。そうですよね、めちゃくちゃ乱してますよ ね、 ね。全然全然もうできんですか。いやいやいやそんなことないですよね。大丈夫ですか。お笑い番組みたいで楽しい。お笑い番組じゃないですけど僕稲垣さんの多分お父さんと同い年ぐらいなんですけど、あ、今日は父と思っていただいて、はい、いいですよお父さんって言っていただいて。いやいやお父さんではない。あ、ではない。あ、ではないよね。で、あとね、この顎の下、ここ入れるんです。ここ見えないのに、ここ、いや見えないところに入れるんですよ。へえ。顎の下ってもうもたもたしてくるんですよ。あ、してますね最近。え、しないでしょ。します。あなた23歳でもたもたしないでしょここ影にしてあげるとどういうことかっていうと、顎のライン、本当だ、すごいそうなの、すごい、すごいシュッてしました。ここがなくなると、うんうん、一気に顔が小さくなるんですよ。で、なんかこうもたっとするなという時は体操もしてほしいんですよ。うーの口するんですね。うーの口してこのこっちひっくり上げるんですよ。結構汚いですよこれ、ね、大丈夫ですか視聴者さんは。こうするとほらここが動いてるじゃん、ここ。うーん、めっちゃ伸びますここ、うん、ここをちゃんと鍛えてあげないとこういう口に顎になっちゃうよって、うん、皆さんやってみてください。ください、これやるか、うーですよ、口がうー。すごい、すっきりしました、ね、今見て、ビフォーアフターか半端ないやろ顔の側面にこう茶色入れるってちょっと怖いじゃないですか、うん、残ってたらどうしようとかね、うんうんうん、あるんで、顎の下だけでもいいので入れていただける、はい、うん、これでもうベースメイク終了です。へ、簡単でしょ。めっちゃ簡単、はい、まあまあもう本当これパーってやっちゃえばもう 3,4 分でできると思うので、うんうん、覚えていただけると多分楽だと思います。はい、したらいつもと違う感じがいいじゃん。そうですね、ちょっと B 面出しましょう。はい、赤系でいこうかなと思ってるんで、うん、結構攻めますよ今日は。楽しみ。はい、ハンドビームクリームシャドウレディッシュブラウンを使ってアイホールの上から逆グラデーションです。あ、すごい綺麗、はい、ね。で、上から発色させることで色をはっきり出すってやり方。品種買ったらどうしよう俺ファンから。いや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 、ファンからいつものが好きとかって言われたらどうしよう言わないでください、ね、そんな絶対言わないでね絶対よ本当に絶対言わないでください。いきます。結構な、結構なパレットですね、うんうんうん、赤系のナーズですね、これはね。赤とちょっと明るめのちょっとパールが入ったやつですね。これ僕も一気にブレンドします。で、クリームシャドウこうついてるじゃないですか、うん、ここで混ぜちゃうんです。へえ、なるほど。するとクリームをつくから粉がバタバタ落ちないんです、うん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 、なんで一回で決まるんで。なるほど、はい、いきますね。で、今度はワイパーから、ワイパー塗りですね、下からグラデーション、さっきは上からさーっとグラデーションさせていくと、発色がクリーム使うからもうびっくりするだけになります。はい、わーすごい、めっちゃくちゃ綺麗ちゃうのこれ。すごい、こう普通だったらこれをやってから上にって感じじゃないですか、うん、1回で決めちゃうんですよ。で、粉もしっかり含んでる、落ちない、それから入れていく。で、どっちかっていうと僕は目頭の方からグラデーションかけてます。可愛、うん、い顔ってちょっと離れてるんですね、うんうんうん、離れてますね。それを寄せてあげるんですよ。すると全然雰囲気が変わるよっていうやり方、うん、するとほら見て、めっちゃ可愛い、うん、一光さんいましたね。一光さん怒られるやつだね。一光さんにね。でもすごいです。ほら、めっちゃいい感じ。すんごい気になりました。で、今度はシャネルのこのペンシルあるんですね。こういうピンクの。ピンク。はい。これですね。まずはこの粘膜入れちゃいます。僕。粘膜にグーンと入れていきます。で、今度は目頭から寄せたいんで、目頭からアウトライン。すごい。やばない。すごい。綺麗。綺麗だよね、うん、で、粘膜からっていうのがポイントです。うーん、今まで粘膜結構ほたらかしてたと思うんですね、うんうんうん、白いところ浮かしてたと思うんですけど、うん、今年はその粘膜からこうグラデーションかけていくと、またグッと広がってくるんで、うんうんうん、かなりかっこいいと思います、涙袋っていうよりは粘膜から色をつけていくって感じ。どうするこれ、本当もう風呂技炸裂させすぎて、すごい、おじさんマジ自分のチャンネルやることなくなってますね、これ、うんすごい。もう息ができません私綺麗ですね。どう、こういうメイクあんまり、でも初めてやったんですけど、うん、
新鮮でめちゃめちゃ可愛い。いや相当いいですよ、うん、ね、いろんなメイクした方が多分いいから、うんうん、普段のもめっちゃ可愛いんですけど、うん、こういう面もあると、うんうん、え、私いけるやんって感じしません、うんうん、ちょっと海外行こうかしらみたいな気持ちになってこない海外行っちゃおうかなそう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 、行っちゃいなよみたいなね、そんな感じ軽これさ軽で今度ブラウンのライナーね、はい、ブラウンのライナー目頭の方しっかり目に行きましょうと、でできるだけ面膜最後は少しピョンと離させていんですけど全然違う。すごい。でもなんか、うん、今引かれてる感じめっちゃすごくなると思ったけど、うん、全然きつくなく、そうなの、ペンシルだから、ペンシルちゃんなの、まあ、こっちでも完成って言ってもいいんだよ、引かなくても完成って言っていいんだけど、まあ、これぐらいちょっと強い時は軽くブラウン入れといてあげた方が締まってくるんで、すごい。私でもアイメイクが一番苦手なんですよ。え、自分でするの。アイラインが苦手なんですよ。あ、アイライン苦手な人はこのねブラウンのライナー、こういうペンシルライナーを味方につけたらすごい楽なんですよ。あのいきなりリキッドって難しいんで、うんうん、そうですね、そうペンシルをうまく、今日もこうやって下もそうだったけどペンシルをうまく使っていってリキッドをうまくそこにこう重ねていくみたいにすると、うん、多分すごい簡単になる。うわ、もうめっちゃかっこよくない？いい感じ。はあ、できたんちゃうかな。もうアイメイクいいんじゃない？こっからもっと足せるんだけど、うん、十分これでかっこいいと思うので、うん、でもマスカラ直接いきます。これマスカラ頑張っちゃうとせっかくのアイシャドウの色とかもちょっとかぶって見えなくなってくるじゃないですか。頑張ってあげることに黒が入ってくるから、うん、じゃあもうビューラーせずに、せずせずせず、うんうん、それがよくない？そうすると抜け感出るじゃないですか、うんうん、いいんじゃないですか。おお、かわいい、いいんじゃないですか、うん、さあアイメイクこれで終了で、今度眉毛、眉毛、はい、もう一気にいきたいんでワックスとこのパウダーのブラウンね、はい、これ混ぜます。混ぜてこのアンダーラインをまっすぐまず引いちゃいます。ここのラインをしっかり取ってあげて、でアウトラインを、上のラインですね、上のアウトラインを描いていきます。一回ね、僕ね外作っちゃうんですよ。うん、なるほど。外作った方が簡単じゃないですか、うん、少ないなっていうか毛がちょっと足りないなと思ったところはこうやって足していってあげると自然に本当だなってくるんですよ。で、眉頭あるじゃないですか。眉頭ちょっとだけ詰めたいんですね。で詰めるんだけども、詰めすぎるの怖いと思うから、このノーズシャドウ上がったここ、ここうっすら描いてください。うっすらガバッと描いちゃダメで、最後描いたらぼかしてあげて、ちょっとどうですかね。いい感じ。結構左右違いますよね。全然違います。で反対も一緒です。こっちは上がりやすいので、どっちかっていうと上から横断させていくラインの取り方します。ここは要はこういう風に描いちゃうと上がっちゃうんですよ、どうやっても、うんうん、なんで一回このライン作ってあげるんですよ、こうやって。なるほど。するともう絶対上がんない、うん、これ結構ちゃんとしてるよ今今今日一すごいちゃんとしてると思うからね。よいしょ、はい、これでアウトラインができたでしょ。ほら、はあはあはあ、下分かります、下のラインが綺麗になったのか、うん、ってやり方をしていただくと、もう間違いなく綺麗な眉毛がいつも一回で描けると思います。すごい、かわいいよね大丈夫ですか。で、眉マスカラ。眉マスカラ。はい、眉マスカラってやる？やんないです。今日はやります。毛が寝ちゃうんだよね。そう、難しいですね。毛が寝ちゃう人は柔らかいんですよ。毛が寝ちゃう人だけはこうやって反対側から入れても平気です。基本的には一方通行がいいですよって僕教えてるんですけど、毛がベタっと寝やすい人はちょっと逆から起こしてあげた方が綺麗にいけるかもしれない。でもし何かちょっとついたなとかって思ったら、綿棒用意しとくんです僕先に。うーん、メイクする前にこれ用意してるんですよ。あ、もうね、そうついてるんですよ、うんうん、もういつでもついたら取れるっていうやつ用意しとけと、うんうん、メイクのスピードも速くなるし、ちょっとしたミスは怖くなくなるんですよ、うん、かわいい、嬉しい、新しい。テンション上がってる？うん、本当？分かりにくいですね私汗出てきたやないかおじさんの汗どうすんのよこれ、うん、いや本当に私いつもこんな感じですよね皆さんちょっとほら回ってないと思ってちょっといい、うん、本当はすごいんでしょ、やったーとか言うタイプでしょ。私ですか、うん、言わないねなんかそうなんだね、はい、こんな感じですで唇の形もすんごい綺麗なんですけど、口ちっちゃいんですよ私。ちょっとだけオーバーに描いても可愛いですよね。ここね、上
少しだけオーバーで真ん中を一番太くするようにする。真ん中、うんうん、でうちこの端っこはあんまりはみ出さないようにしとけばそんなびっくりするのことにならないと、うん、でまずこれライン取っちゃうんですね。でライン取ってこのマットリップ使うんですけど内側から塗っていきます。内側から塗っていってエンドはできるだけ薄く塗るのね。で僕これ今アウトライン取ってるじゃないですか。眉毛もそうなんですけどアウトライン取った方が怖くなくなるんですよ。あの塗る時にどこまでいっていいか分かんないってなりません？なります、ね、だからそれを軽減するためにこういう感じです。めっちゃ色かわいい。かわいいですよねこれね。ほらわあ、やっちまったなマジで可愛いですね。これどうなの？ほらちょっと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 、いや新しい、可愛い。いやちょっとちょっと、できますかねこれ。できますよ、今のやり方見せたでしょ。はい、でもなんか難しいことは特になしてないの、してないの。俺ねすごい簡単なの。ほらあーあーですよねどうやろう、めちゃめちゃいい感じです。いやどうでしょうどうでしょう、もう最高ですよ。こういつもナチュラルじゃなきゃいけないではないじゃん、うんうんうん、で女の子はいろんなメイクもできるはずなんで、なんかそれを楽しんでもらえると、ほらほら、めっちゃいい感じです。どうですか皆さん、可愛いよね、うん、色味の統一感といい。みったちゃん寄ってあげて寄ってあげて寄ってあげて、もうここ俺の顔いらないでしょ、うん、うわー、なんかこの唇の感じとか、うん、眉毛の感じとか、うん、真似するだけで全然違うので、はい、真似してみてください、ぜひ嬉しい。こちらこそですよ、もう超楽しかった。一人で楽しかったです。僕一人で多分テンション上がってました、ね、いや私も上がってます。上がってる、はい、上がってる、分かりにくいだけです。あ、大丈夫ですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ではこんな感じで本日は川北さんにメイクをしていただきました、はい、皆さんぜひ参考になったら嬉しいです。嬉しいです、嬉しいです、はい、本日も見ていただきありがとうございます。またねー。